質問は念仏について。ね、念仏、これは念仏っていうのは念が、ね、念が仏っていうことなんです、ね、そこで念が仏っていうことは念と念を知る上で大事なものは、ね、我なんです。念と我の関係って分かります？分かりません。じゃあ清水さん、念と我の関係、普通は大体私たちは自分の我を念じてますよね。ああ違う違う違う、仏と我の違いです、念と我の、そう、念と我の関係、そう、概念が違うじゃないですか。念は思うことですよね。念と我の関係、念と我の関係、念仏と念我の関係じゃないですか。念と我の関係、うーん、念と我の関係、普通私たちは、我を念じている。違う違う違う、我を念じてないんです。念じてないんです。我を、ね、いいですか。念と我の関係っていうのはですね、この我っていうのはね、こういう自分、理想の自分なわけです。こういう自分として見てもらいたいと、さっきの話だったら善人として見てもらいたいと、ね、善人として見てもらいたいと思っている、ね、これが我です、ね、その私は何を念じてるかっていうと、その我の反対を念じてるってことなんです。善人として見てもらいたいってことは、本当は常に悪人じゃないかと不安に思う。そうそうそう、不安じゃな、あ、その悪人じゃないかって不安ってことはね、悪人をずっと念じてるってことなんです。だから念と我の関係っていうのは、その念じているものの逆が我になるんです。そうじゃないもの、そうそうそう、うん、ね、そこで、ね、まず私たちはどんなに念仏をしようとしても、ね、仏を念じようとしても、その仏という我をも目指してしまうんです。わかります？だから念仏をしよう、念仏をしようとすると、念仏をしよう、念仏をしようとすると、ね、その仏という我を持ってしまうんです。仏という我。仏という我を求めて、ね、結局、念ダメな人になっちゃうんです。わかりますかね？普通だったら全然ダメだもんね。だから私たちはその善人になりたい、善人になりたい、正しくありたい、正しくありたいっていつも思ってるじゃないですか、うん、でも正しくありたい、ありたいと思ってるはものっていうのは念じゃないわけ。念は逆だから、うん、だから念仏をしようとして仏を思い浮かべると、ね、仏という我を求めてしまうことになるんです。だから念仏ができてないんです、うん。だから念仏、仏様のことを念じようって思い浮かべてね、仏様を念じよう、仏様を念じようとすると、仏という我を求めてしまうことになるんです。だから我っていうのはこれね、善人ですよね。我っていうのは善人ね。だから仏を念じようとすると、仏という善人になろうとするわけ、うんうん、だから仏を念じてるんじゃなくて、仏という善人という我を求めてしまうんです、うん、
でもこれはもうどうしようもないんです。どうしようもない、どうしようもない、そう、ね、だけどここで大事なことは、私の思う善人と仏を一致させるっていうことなんです。だから仏様ならばどうするかっていうことを考えるんです。仏様だったらどうするか、仏様だったらどうするか、仏様だったらどうするかっていうことを考えて行動すると。でもこれは念仏じゃないわけ。仏様はどうか、仏様はどうか、仏様はどうか、仏様はどうかっていうふうに行動ねしてるのは、仏という我を求めてるっていう状態なわけ。じゃあ本当の念仏じゃない。そう、本当の念仏じゃない。でもそれは間違いじゃないわけ、まず。それ大事なのは、仏様ならどうだろうか、仏様ならどうだろうかっていうことで、ね、仏様って最高の善だから、最高の善をいつも我で行動しようとすると、その当然のごとく自分の思ってる通りに善ができない自分が知らされるんです、ね、それがこのプラスの我に対してマイナスの我なんです、うん、ね、このマイナスの我、これが今私が念じているものなんです。じゃあ念仏してるつもりでも本当はマイナスの我を念じてるってこと。そう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 、そしたらそれやっても意味はない。うん、そんなことないです。そうね、いわゆる仏様ならどうだろうかっていうことを考えて行動することによって、私が念じているものが見えるんですね。今私が念じているものは、いわゆる仏教でいう善悪を、ね、決めて善を実践していこうとしたときにしか見えないんです。これがその阿弥陀仏の十九眼の構図なんですよ。だから十九眼っていうのは観無量寿経の教え、観無量寿経の教えっていうのは真実の事故を知らせるものなんです。真実の自己っていうのは、私というもの、ね、私というものは、私がいつも念じているものが私なんです。難しい。私がいつも念じているもの、つまり私って結局どういう存在かっていうと、私がいつも私とはどういうものかっていうのをね、イメージしてそれをずっと念じてるんです、ね、それがまずそれに気づかないといけないわけ。自分の念じているものに気づかないと自分の念じているものを変えることができないわけ。だから仏様のことをいつも思い浮かべることによって、私が本当に念じているものが分かるんです。例えば、ね、利用者さんに接するときに、仏様だったらどうするだろうかということを考えて行動すると、自分の心の中ではそう思ってない自分が見えるんです。そう思ってない自分をね、例えばダメだとかね、そう思ってない自分をいつも思い続けている、つまり自分の思い続けている存在が分かるんですよ。何かが
つまり自分の念じているものが何かっていうことが分かるんです。その自分の念じているものが何か分かるっていうのはマイナスの我が分かる。そう、マイナスの我が分かるってことです。これが分かったら、ね、このマイナスの我を、ね、仏に入れ替えるんです。例えばマイナスの我を念じてるっていうのはね、ダメな自分を思い浮かべて、そうならないためにこうしないとってなってるわけ。いいね、念じてるってことは。それを、ね、それをそういうふうな自分に気づいた時に、結局ダメな自分っていうのは下を見てるわけ。下を、わかりますかね。ダメな自分っていうのを見てるわけ。そのことに気づいて初めて、あ、そうか、上を見ないといけないってことなんですよね。上を、この念じているものに気づいて初めて念を変えることができるんです。そう、じゃあ当分はその念じているものに気づくために、うん、一応仏様のような人ならどうするかということを考えて行動することは、そう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 、まあ、本当の念仏ではないけれど、そう、本当の念仏は、つまり仏様のことを思い浮かべることは念とは違うんですよ。ただ思い浮かべてるだけなんです、うん、でも仏様のことを思い浮かべて、仏様ならどうだろうか、仏様ならどうだろうかっていうことを意識して行動することによって、うん、ね、私の心の中でどんなことを思ってるかっていうことが分かるんです。うん、ね、そのどう思ってるかっていうことが分かった時に、私は多くの場合ね、その分かった自分をダメだと否定してる自分がいるってことに気づくんです。こんなことではダメだ、こんなふうに思ってはダメだ、こんなふうに思ってはダメだ、ね、それをいつもいつもそういうふうに思うっていうことは、あ、これが念じているものだっていうことなんです。つまりマイナスの我を見てダメだ、そうならないようにこうならないとっていうふうにいつも思ってる。マイナスの我を持ってダメだ、だからこうしないとっていう、だからマイナスの我をいつも念じている自分に気づくと、気づいたら、で、あ、そうかと、ね、この自分を、ね、この自分を仏様だったら、ね、否定されないだろうなと、仏様だったら肯定してくださるだろうなと。ここで大事なのは、ね、私はこのマイナスの我を否定するけどってことなんですよ。仏様ならば、ここで初めて仏様のことを念ずるっていうことが始まるわけ。わかりますか？ちょっと難しい。いいですかね。このマイナスの我を見たときに、マイナスの我を見たときに、これはダメだって思う自分がいるんです。これではいけないっていうふうに思う自分がいるんです。それは、ね、その否定するのは私っていう存在なんですよ。これが、はい、あ、否定しない？否定しないですか？難しいですね。
気づくために仏様ならどうするだろうっていうことをやっていけばいいってこと。そう、気づくために仏様ならどうするだろうかっていうことをやっていくと、そうすると仏様のように思えない自分が見えるわけ、ね、自分が見える。でその自分を、ね、自分自身、これはプラスの が否定しているわけ。ここでつまりこういうことを思う自分は、ね、ダメなんだっていうふうに思っちゃうわけ。ね、そのダメだって思うのはこれ私なんですよ。ここを、ね、私から仏様に変えるんです。でそうなってからは本当の念です。そう、仏様のことを、ね、仏様のことを仏様に変えた、ね、変えた時に仏様は、ね、私は否定するけど、ね、できない私を仏様なら肯定してくださるってなるわけ。そうするとその2つが見える。2つっていうのは、ね、マイナスの我とマイナスの我を肯定してくれる仏っていう存在と、だからマイナスの我を見続けてそれを肯定してくれる仏、つまり仏と私との関係になる。つまりこの私、ね、善をやろうとしてできない私を自分自身がこれでいいんだよ、これでいいんだよっていうのは、こういう自分は人間だからね、こういう自分でもいいんだって思えるってことは、ね、その肯定してくれる存在がないと肯定できないわけ。その肯定してくれる存在っていうのが、ね、自分自身を肯定できてるってことは肯定できる存在も念じているってことになるわけ。これがまず私たちができる念仏なんです。つまり念仏って言った場合ね、その仏様を太陽に例えて、ね、それに映った影ね、影をこのマイナスの我にすると、うん、仏を念ずるっていうのは仏の方を見て念ずるんじゃないんですよ。仏に照らされているこれを、ね、肯定的に見るっていうのが念仏になる。私たちができる、それはさらにもっとね、仏教を学んでいたら仏をいよいよ念ずるってことはできるかもしれないけど、今私たちができる念仏っていうのは、ね、仏を背にして仏によって照らし出された影を、ね、仏様なら肯定してみてくれるっていう、このこれをいつも、つまりこれをマイナスの側をいつも見続けていく、かつそれを肯定的に見ることが念仏になるわけ。両方同時に見てるという感じですか。いやだからここは想像つかないわけ、この仏様は。だから仏様をどんどん想像しようとしてもね、それは私自身が仏の徳が備わってこないと、少しでもね、仏様のことを想像することはできない。でも仏様のことは想像できないけど、仏様の光に照らされた自分は想像できるんです。姿になっているから、ね、仏様という我を、ね、
いつも基準として生きていくってことは、仏の光に照らされるってことになるわけ。その仏の光に照らされた自分の姿をいつも見続けて、ね、それを肯定してあげることが念仏になるわけです。だから仏を念ずるっていうとね、仏様のことを思い浮かべないといけないっていうふうに思うかもしれないけど、仏様のことを思い浮かべることはできない。私たちは想像つかない、ね、仏様のことを思い浮かべることができないから、仏の光によって照らされた影をね見続けることが念仏になる。だから仏様ならどうだろう、仏様などどうなんだろうっていうことを考えて行動していくと、そうそう、自分のマイナスの側が見える。あ、これをね、仏様だったら肯定してくだされるだろうな、うん、この自分の姿を見続けてそれを肯定してあげることが、ね、仏様が肯定してくれるから私も肯定しようってことですから、それが念仏になるわけ。とりあえず私は今まで通りでよろしいんでしょうか。その前教えてもらったように仏様ならどうするだろうかっていうことを考えて、その基準ね、基準を変えないってことです。それはできるできないに関係なく、仏様ならどうするだろうかっていうことを行動していくってことです。そうするとその基準が変わらなければ、ね、当然仏様とは私は違うから人間溝上さんが見えるわけ。その人間溝上さんに対してね、私たちは我が強いと否定しちゃうわけです。マイナスの我、ダメだと、いやそれは良くないなと、人仏様ね、この仏様はこのマイナスの我である私をね、そのままでいいよ、そのままでいいんだよってね、肯定してくだされる。でも肯定してくださるって言ったって、それの所詮は我なんじゃないですか。肯定してくだされるっていうのが、ね、否定してるのが念ですよね。私がその念に気づくから念を変えることができるわけ。ここは自分の中で念じているものを意識的に変えていくってことです。意識的に念否定っていうことから念肯定に変えるってことです。その時に私は否定するけどってことです。仏様なら肯定してくだされる。そこで初めて私の中に仏っていう太陽ができるんです。これが念仏なんですよ。それはね、そうなるためにはすごい時間がかかります。そうそうそう、これが本当にその自分意識しなくてもねできちゃうのが、これがいわゆる心理欠如なんですよ。本当に太陽ができちゃうんです、自分の中で。仏の心をいただいて太陽を持つんです。でもそれでも慣れないよね。それは慣れないので、だから私たちはこう意識的にやっていくってことです。それをそしたら、そのちょっとずれるかもしれないですけど、そのそうやってまあとりあえず念仏ではないにしろ、仏様ならこうだよということをやっていきますよね。はい。今マイナスの側が見えてきたとして、
その自分今できる念仏をやることと、うん、深く私はもう寂しいからその解決っていうのは何につな、つながる。あ、寂しいからこの心をいつも見続けてあげることができれば寂しいっていう心が消えるんです。消える。こっちが感情だから。寂しいって感じるのはこの感情をほったらかしにするからなんですよ。そんなことしてるのかな、まだ、うん、だったらほったらかしにしてきたんです。そうかな、じゃあ、まあ関係はあるんですよね。その今自分が思う、そうそう、こっち側のことをいつもこっち側の影、これが私だから、ね、つまり寂しいっていうのは私を感じられないから寂しいって感じるわけです。でも太陽の光に照らされた私っていうのをいつも見続けることができれば、ね、私を感じ続けることができるんです。だから私を感じるから寂しいっていう心がぐっと減るんです。私を感じるって言ってもそのマイナスのような自分だけど、それでもそう、そうそうそう、うん、ここで大事なのはなるべくこのね、仏様ならばっていうのがね、本当にその一定の善じゃないといけない。それが自分の都合によって、ね、これはこうだ、いいんだとかね、自分を正しくするために変えずに、ね、仏様だったらこうだ、仏様だったらこうだっていうのをいつも意識するってことなんです。そうすると一定の自分が見えるんです。これが私の都合によってコロコロ変わると、見える私がコロコロ変わっちゃうんです。そうそう、私が分からなくなるんです。自分の都合で変えないようにする。そう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 。じゃあちょっと聞きたいんですけど、さっき、まあ、姉の話とよく似てるんですけど、一人入居者さんが常にこうその人も喋ってるんですね、常に。その、はい、みんな認知症なので、認知症特有のその帰りたいとか、あとご飯食べてないとか、そういう人はたくさんいたんですね。帰りたいから飛び出していっちゃうとか、そういう人はたくさんいたんですけど、ちょっと変わった人がいて、その常に何をするにも確認をしないと、ご飯食べてもいいかとか、お部屋行ってもいいかとか、自分がここに座っていてもいいかとか、ずっとそういうことを言い続けるんですね。で、みんな鬱陶しいから、まあ、何回かに1回は無視したり、聞こえないふりをしたりっていうことをしてるんですね、どの職員も、はい、結構それがみんな負担になっていて、私ももちろんそうなんですけど、でもこれはやっぱり、まあ、仏様のような人格者だったらきっといいよって一言言ってあげたらそれで終わるんですけど、それがなかなかできなくって、なんでこう気持ちよく返事をしてあげられないのかなと思って、それいちいち返事をしてあげた方がいいのはよくわかるんですけど、できなくて、これはどうしたらいいか。それはね、それはそのいちいち答えた方がいいっていうね、うん、答えた方がいいっていうのが仏様ですよね。それができないね。できないよ。できない、それはできないことを正当化してるんです。してるのかな、うん、できないっていうことは正当化してるってことなんです。まあ、でも最近はできるだけうなずくだけでもいいし、うん、いいよっていう一言でとりあえず一旦は納得するんですね。で、まあ、またすぐ数秒後ね、数秒後ぐらいに同じことを聞くので、まあ、それでもやっぱり、そう、その度ごとに言うんです。いいよ、いいよって。でもそれが
何回も聞かれて、ね、聞かれたりすると自分の中で、ね、自分の中でそれ、ね、それを本当はやった方がいいのにやりたくない自分っていうのが見えるわけ、やりたくない、面倒くさいとかね、そういう自分が見えた時にそれは自分の中で、ね、自分の中の善人側のプラスの側が良くないぞっていうふうに責めるんです。良くないぞって。そうすると責められると私たちはね、悪いと思いたくないから。だから癌としてやりたくなくなるんです。だからいわゆるここで否定してる、そのやれない自分を否定している自分がいるわけ、で否定してるのを否定されてるなっていうふうに感じるまでもなく正しいんだって正当化しちゃうわけ。正当化してるかな、もう、で、もうそのしょうがないかなとは思うんですね。そんなや、あの仕事してるので、私たちの自分を言ってる、はい、大したことじゃないことなんですね。ここに座っててもいいかって大概聞くんです。そうそう、でもそれはその度ごとにいいよって言ってあげたらいいわけ。でもいいよっていうふうにね、そう、何回何回も聞けるとやっぱり答えたくないってなるじゃないですか。なりますね、答えたくないと、答えたくないってなった時にやっぱり自分の中でそういうのが良くないって責める自分がいるんです。答えたくないと思って答えなかった時にそういうのがあるからなんとなく悪かったかなって思いますね、それは。うん、それをその答えないことを無意識のうちに正当、つまり責められたくないから正当化しようとする心がある。正当化した、つまり正しいっていうところに立つと頭の中では答えてあげた方がいいと思っても答えられないんです、正しいと思ってるから。答えないのが正しいって思ってるから。答えるのが正しいってなると答えないのが悪いでしょ、悪いと自分の中で責めるわけ、そうすると責められたくなくて肯定しようとするんですよ。つまり善悪がひっくり返るんです。それはやっぱりでも、そう、それは仏様ならいつも答えるだろうなと、どんな時でも答えるだろうなと、ね、そこで初めて自分ができてないことに対してね、この否定している自分に気づくわけ。そりゃ否定してるな。でこれに気づいた時にこれを肯定してくれる仏に変えるってこと。つまり答えないことは正しいんじゃなくて、答えないのは悪いけど、でも悪くても仏様はいいよって言ってくださるだろうなっていう。それは悪だけど、仏様が善だからできないのは悪だけど肯定してくだされるのが仏様だ。その悪を否定する自分がいるんです。だから否定されたくないから悪を善に変えちゃうわけ。でもこれは良くない。どんな時でも仏様は正しいっていう基準は変えちゃダメなわけ。だからできないのは悪いなって思いながら、でも仕方ないよって思う自分ね。仏様だったらそういうの仕方ないよね、できない時はできないね、でも仕方ないんだからって言ってくださるんだろうなと、ここで初めて仏を念ずるわけ。これが仏なんです。これが十九眼ならこれが二十眼になるわけ。じゃあそこまでいかなかった。そうそうそう、今はその善悪の基準がガラッと変わっちゃうわけ。だからできないのは悪いことだけど、それを否定するんじゃなくて
肯定していくってことなんです。これを否定から肯定に変えた時に初めて私の中に太陽ができるってことなんです。太陽ができたら本当の意味でできるようになるんですか？太陽ができたら、そう、太陽ができて、これをいつも消さないようにする、うん、これが仏教でいうね、上善の日相観っていう、うん、それが本当の念仏ってこと。まあ本当の念仏には遠いけれども、とりあえずそうやってやっていけばいい。はい、うん、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。